こんにちは、ホタルです。今回はですね、コメントの方でリクエストもあったっていうのもあるので、使える小技あれこれみたいなやつと、編成について、解説していこうと思います。で、まあ、リクエストにあったのは編成の方なんですけど、確かにこのゲームの、編成はわかりにくいっす。わかりにくいし、なんか、不親切説明が。だと、俺も思います。なので、ちょっと、まあ、この機会に編成について、ちょっと、語っていこうかなと思います。で、編成についてなんですけど、まあ、基本的に、この、真ん中上の切り替えのところですね。押してもらって、こういうのが出てくると思うんですけど、出撃部隊が、まあ、今の部隊ですね。で、こっちの出撃部隊は、記録とかそういうのが特にないので、まあ、今現在、出す部隊、出せる部隊っていう認識で、OK だと思います。で、この、その下の4つないし5つ6つのところですね。こちらが、編成を記録しておく、なんていうんですか、部分っていうか、ですね。なので、基本的にはここに、まあ、例えば戦闘用とか調達用とか、ま、いろいろ勲功稼ぎ用とか、まあ、検証用とか、の部隊をそれぞれ記録させておくと、便利だと思います。で、例えば、まあ、切り替えのところから入ってきて、で、戦闘というか、まあ、最初のところやるとします。で、最初は真っさらなんですけど、これに切り替えて、で、ここでいじっていくって感じですね。編成を。で、私はここで、戦闘用に使う部隊を記録させてるんですけど、その時に、ちょっと、一緒にやってほしいというか、注意してほしいのが、ここの装備欄。装備欄も、記録させておくってところですね、一緒に。そうすると、呼び出した時に一発でこの装備全部つけてきてくれるんで、大変便利です。で、まあ、普段ですね。普段の、ところは、今戦闘用のところ呼び出したんで、これつけてますけど、まあ、ここで、まあ、最初とかいうか、まっさらの時ですね、は装備品は全部解除しておいて、た方が、記録とか作る時とか、まあ、呼び出す時もですけど、やりやすいと思います。これで全部解除されましたね、元なりのところ。でも、編成のところから、呼び出しですね、次は記録させてる、こちらで戦闘用を記録させたやつを呼び出すって形です。で、戦闘のやつを呼び出して、上書きして出撃部隊をこれにしてあげると。そしたら、元なりの装備が記録させた通り出てきますよってことで、で、その状態で強化の方行ってみても、ちゃんと装備してくれますっていう形ですね。で、私は、調達用とかをもう作ってますんで、まあ、調達のパラメーターが、1000超えるようにですね。調整ランクが高い方が、調達どんどん高くなっていきますんで、まあ、政治とかももちろん関係あるんですけど、調整ランクが一番関係が、効果が大きいので、1000を超えるようにこういう風にしてるんですけど、まあ、今、出撃部隊このままですね。ここから、まあ、例えば、北条早雲とかは、こういう風な装備にしてるんですけど、この状態から、呼び出しの方ですね。呼び出しの方から調達の部隊を呼び出してあげる。で、出撃部隊が調達部隊になりましたよっていう状態で、早雲見てあげると、装備が外れてますっていう形ですね。まあ、こういう風に、強化の画面のところで装備とかはいじらないようにして、切り替えのこちらのところですね。記録のところ、私の場合4つですけど、ここで、装備とかを記録させてあげる。で、その状態で、呼び出しのところを使って、記録させた編成を、出撃部隊のところに呼び出す。そうすると、ちゃんと装備もついてくれますんでっていうので。まあ、出撃部隊はいじらない方がいいです。と思ってます、基本は。細かなそのマイナーチェンジみたいなのをしたいときだけ、出撃部隊のところをいじった方がいいと思います。
大元のところはもう切り替えの記録のところで作っておいて、で、ここは、まあ、強くなったらまた入れ替えとかはあるでしょうけど、基本的にはいじらない。で、使いたいときに呼び出しからその記録を持ってくる。戦闘部隊なら戦闘部隊を持ってきて、出撃部隊にする。こういう使い方が、まあ、一番いいと思ってます。まあ、これより、もうこうした方がいいよっていうのがあったら、ぜひ皆さん、コメントで教えていただけると助かります。ちょっとね、なんか、前ツイッターで運営が部隊編成のことについてなんかつぶやいてたのもあったんですけど、なんかその時もツッコミ多数で何が言いたいのみたいな感じにもなってたんで、まあ、ちょっと運営さんの方が編成については不親切だと私は感じてます。はい。で、あとは、そうですね。まあ、編成画面で言ったら、皆さん気づいてる方も多いとは思うんですけど、まあ、ここの兵力とかで、こういう画面が出せます。で、まあ、何が、伝えたいかというと、ここの、またアイマーク、足軽のアイマークとか押すと、今の、この足軽の能力、みたいなのも見れますよっていう、ことですね。まあ、閉鎖画面とかからも見れるんですか。これも、まあ、パッと見れるんで、作りながら、便利ですよっていうのと、まあ、閉鎖、こっからでも飛べますね。陛下のここのアイマークですね。で、あとは、こちらのアイマークで、まあ、こういう画面もあります。どんぐらい技能で攻撃感覚減ってるとか、は見れますよっていうのですね。ここもまあ一応使えるんですけど、ここがなんか忘れた時とか、あれ攻撃ってどこ参照だっけとかいう時とか、こういうところでも、思い出せますよっていうのですね。で、まあ、一番おすすめというか、活用してほしいのは、ここの二つですね。ここの二つ、まあ、簡単な方から行きましょうか。秘伝の方を やると、今発動中の秘伝とかが、どういうのつけてるかとかいうのが一目でわかります。こんな感じで。で、発動中って出てたら、ちゃんと効果発動できてますね。この条件、この編成でっていうのが一目でわかります。まあ、ただこれは、ここからでもわかるんですけど、ここ発動できてなかったら暗くなるんで、こういうふうに。バツとかついて。これからでも、ま、一目でわかるんで、あれですけど、まあ、どれつけてたっけとかいうのをいちいちクリックしなくても一発でこれで出てきますよっていう見方もありますっていう感じですね。で、あとは技能の方ですね。技能の方も、ここを押すと、こう、わかりやすいですよねっていうのですね。まあ、この、技術とかが増えたんで、そこの場面が出てくれるのもありがたいですね。それからですね、これは記録させてる部隊のところ、切り替えのところから飛んでいかないとできないんですけど、まあ、この記録の部隊をいじるときとかですね、に、この能力確認っていうのが出てくるんですよね。出撃部隊のところでは出てこないんですけど。こちらの方で、こういう画面が出せて、まあ、私の放送で何回か出してますけど、ここで、武将レベルがマックスになったら、どのぐらいまで戦力上がるかとかですね。で、小生が全員マックスになったら、どんぐらい戦力上がるかとかですね。小生マックスで、武将レベルもマックスにしたらこんだけいきます。で、連達ですね。連達もマックスにしたらどんだけ上がりますとか。で、陛下レベル今私42ですけど、これを50にしたらどんだけいきますとか。こういうのも見れます。で、あとまあ、秘伝ですね。秘伝が発動できてないやつとか。もう含まれてた場合ですけど、それを、秘伝が全部発動したらどんぐらいステータス上がるかとかですね。まあ、いろいろ見れます。はい。編成の画面についてはこんなもんですかね。まあ、あとは、この画面からですけど、まあ、ここの演習のボタンを押したら、どこ、何が発動してて、何の影響でこのパーセンテージになってるかとかいうのもわかりますね。まあ、私の放送で何回か出してますけど、と、あとは、ま、一時飛ばなくても、ここを押せば戦法を確認できますよ、とか、あと、ここの左上とか右上とかに出てる、この文字ですね。これが戦法の発動の順番です。戦法連鎖順が遅いとか、書いてるのがあるんですけど、普通とか。これが、遅い方が遅く発動するっていうやつで、早い方が早く発動するってやつですね。1番、2番、3番、4番なんですけど。まあ、ここまでしか連載いかなかったら、1番、2番とかになるんですけど、まあ、全部行った時の
活動中ですね。なので、大将が最後の方になってると、そっちの方がいいんですよね。例えば、ここが、これデバフですけど、ここがバフとかだった場合とか、まあ、デバフでも一緒か。敵が低下するから。低下させた上で、もしくはバフ乗せた上で、この元就のダメージが入りますとかいうのですって。まあ、この順番も重要ではありますけど、まあ、割と意識できてる人はそんなにいないのかなとも思います。まあ、そうですね。まあ、そこまで意識しなくてもいいんですけど、まあ、こういうところから見れますよっていう豆知識ですかね。みたいな感じですね。はい、次です。で、次は、強化画面についてですね。まあ、さっきやりましたけど、ここから、装備品全解除とかもできますよっていうのもあって。まあ、一旦リセットして、まっさらなとこから編成作りたいとかいう時に活用できると思います。で、あとは、自分の秘伝がどんだけ今持ってるかとかですね。ここから確認できますと。全部の秘伝ですね。で、もう使っちゃってる部分は、ここに出ませんので、私は剣心の機銃がレベル3かな、今。とかですけど、もう使ってるので、残りは0ですよっていう感じで、ストックですね。が出てきます。で、あとは、そうですね。この画面から、いろいろ見れるっていうのは知ってるとは思うんですけど、まあ、ここですかね。この統率とかのアイマークとかを押すと、現状のやつの戦力っていうのが、まあ、見れるんですけど、ここも、いろいろいじれるんですよね。調整がもし0だった場合はこのステータスですよとか、レベルが1だった場合はこのステータスですよとか、装備品外したらこのステータスですよとか、秘伝補正が、ソウの場合は関係ないか。秘伝補正が抜けたら、秘伝をつけなかったらこんな感じのステータスですよとかですね。で、連達とかも見れますみたいな。で、これを全部抜けたら、初期能力だけのやつも見れますみたいな。結構ね、この初期能力のここで大体その、武将のステータスのバランスとか、わかるので、まあ、そこで見てあげるのもいいかなと思います。ソウンだったら、知略高えなとか、統率高えなとか、ま、いろいろあるんですけど。まあ、基本的には全部つけてる状態の現状がこれです。あと、ここを押すとまたこれが出てくるんで、忘れた時にどうぞって感じですね。それからですね、まあ、今の、で、見れるのは、まあ、こういうなんか初期能力とかは見れて、まあ、現状からなんかこれ引いて、これ足してとかっていうのは見れるんですけど、そのガチャ画面でいつも見れるマックスのやつって、一旦育成始めたら見れないじゃないですか。それがどこかで確認できないかなとかいうのをちょっと紹介します。はい、っていうのがこちらですね。人材のところから変換のところに飛んでもらって、で、まあ、例えば北条村でさっきやってたんで、これでやりますけど、ここ一回長押しか。長押ししてあげて、この画面を出してあげて、で、また村のところを長押し。で、この画面が出てきますんで、で、これで武将詳細を押してあげると、ガチャ画面と同じやつが出てくるんですよね。で、まあ、これで真っさらというか、何も触ってない。ただ、レベルマックス、調整マックスのステータスはここで確認できますよっていう感じですね。それで、ですね。まあ、困るのが、全く有効度を持ってない武将とか、一体は、ゲットとかしたんですけど、有効度は現在ゼロ。ガチャで一回当てただけのやつとかの、その、ガチャ画面の時のステータスを見る方法がちょっとないっぽいんですよね。あったらちょっと教えてほしいんですけど、まあ、それがなくて、ちょっと困ることはあるかなって感じですね。
はい、続いてですね、醸成のボタンからできることっていうのの紹介していこうと思います。まあ、ご存知かもしれないですけど、ちょっと一通りって感じで、まあ、まず最初に、この影響のボタンを押すと、この季節によって変わるものを確認できます。こんな感じで、一周回ってって。まあ、木材とかの、調達時間が短くなったり、寄付の効果が倍になったりとかいうのは、皆さんなんか、普段から使ってて、意識してると思うんですけど、まあ、意外と意識してないのが、ここの、舞台能力が変わるところですね。で、まあ、毎回その戦争とかでは関係というか、気にしてられないんですけど、まあ、例えば、この舞台能力の破壊がプラス5%になるのが冬とかなんですよね。なので、番外工場戦とかは、破壊の能力とかがかなり影響してきますんで、まあ、冬にやる方がいいとは思います。まあ、軌道は落ちちゃうんですけどね。まあ、ここはトレードオフでどう考えるかっていうのはあるんですけど、まあ、ここが、まあ、気をつけるっていうか、まあ、活用できたらいいねっていうポイントですね。夏はまあ逆になっちゃうんですけどね。はい。で、まあ、勢力職管理っていうのは皆さんどうやってるかわかんないですけど、これいじれるんですよね。小田家私黄色にしてますけど、まあ、好きにこういじっていけるんで、まあ、好きな色を自分のイメージに合う色とかに変えれますよっていうのもあります。こういう感じで。まあ、戻しちゃいますけど、私はなんかこういうイメージなんで、こんな感じにしてます。で、あとはですね、まあ、こういうところ、各大名家のこの右側とかですね、とか見ると、いろいろその大名家の詳細見れます。大名がどの程度、その大名がどの程度城を持ってるかとか、威信とかですね、まあ、標的誰になってるかとかですね。こんな感じで。で、まあ、各一門のは見れないですけど、大名家政策とかで、なんかどういう特徴を持った大名なのかとか、ここから、どういう政策を習得可能なのかとかいうのを見れます。まあ、武田家だと、こういうのがあるんで、まあ、弱体には強いとか、っていう一門もいますよ、という。ですね。で、うちは織田なので、なんかこういう風に鉄砲がこんだけ強化できますよ、みたいな。まあ、戦う一門がどれを持ってるかとかいうのはわかんないんですけどね。で、こちらが私の一門の、政策のところなんですけど、ここから、自分の一門が習得してる方針ですね。方針？違う。政策が確認できるんですけど、ここの大名家政策ってところ見たら、なんかどんぐらい、なんですか、強化されてるか、みたいな、マックスの目盛りの何割ぐらいいってるかとかいうのは見れます。まあ、さすがにマックスとかにいってる位置もないのとは思いますけどね。こういう風な、見方もできますよっていう感じですね。自分のところだけですけどね。ちょっと右下の、一問目は隠してますけど、うちの一問はこんな感じですっていうのは見れますね。はい、次、維新旗のところですね。維新旗のところから、できることで、まあ、自分が持ってる、なんていうんですか、ここ持ってますよとかいうのから、覇気とかは、皆さん使ってると思うんですけど、まあ、意外と活用できてなさそうなのが、一門のところの、右下の、こうですね、ソートとか、絞り込みとかの機能ですね。ここを、活用できると、まあ、割と効率上がりますよっていうやつで、まあ、例えばですけど、まあ、AB ランクの、宿場がどんだけ自分の一門持ってるか、とかいうのを、絞り込めます。で、さらに言えば、今、調達できるのだったらどんだけあるかとかですね。ちょっとうちの一門の場合、もう全部枯れ尽くしてますけど、まあ逆に調達不可だったら、のはどんぐらいかとかいうのですね。こういうのが、まあ活用できたら結
構いいですよねっていう。で、まあ、ここから座標をクリックしたら、もうそこにパンって飛ぶんで、マップで。今やったらちょっと映ってはいけないものが映ったりしちゃうと思うんでやりませんけど、まあ、こんなこともできますよ。はい。で、次が、マップ上での話になりますね。まあ、そんなに頻繁には使わないんですけど、まあ、ここの、なんて言うんですか、この小マップみたいなやつ、全体マップのちっちゃい版みたいなやつのところ、これを長押しすると、再読み込みしてくれますっていうのですね。これがですね、まあ、普段は使わないと思うんですけど、まあ、結構大規模な戦闘とかになってくると、読み込みのミスとかエラーとかが起きてて、正しい、現状がマップに表示されないとかいうのがあるので、まあ、なんかおかしいなって思ったら、長押ししてみるのがいいと思います。これで、正しいのが表示されるはずです。で、まあ皆さん、まあ知ってるとは思いますけど、一応ご紹介しておくと、この左上の勢力表示ですね。ここを押すと、自軍の、大名、自軍の大名領土の表示とか、まあ、G1 門が持ってる領土とかの、色が出てくれます。勢力的な、まあ、赤がうち、私は武田家にしてるんですけど、で、黄色が織田家です。なんですけど、こういうなんか大名的なやつを乗けた表示をできます。で、見て今わかると思うんですけど、ここを外したのに、武田家の領土に色が塗ってあるのは、一門職管理の方で、ここを持ってる一門さんの色を変えてるからですね。ただごちゃごちゃやってると、まあ、なんていうんですか、個人名とかが乗っちゃう可能性があるので、ちょっと見づらいですけど、まあ、こういう形で、切り替えて、特に注意しなきゃいけない一門の土地とかですね。まあ、例えばここだと、うちは、まあ、有効な武田家の、領地なんですけど、まあ、こっち行くと、そうではない武田家の領地とかが、またそれも一門職で色変えてやってますんで、こうチェック外してても色が変わってますよっていう感じですね。ここ入れると、まあ、どっちも武田家の色にしかならないですけどね。まあ、ただ、ここも色が変わるので、そこは、まあ、わかりやすいかなと思います。攻撃仕掛ける際にですね、この色をやったら、なんか攻撃しちゃいけないとかですね。むしろ、この色のところをターゲットにしなきゃ、みたいなところは見やすいとは思います。まあ、ちょっとどうしても外交とかが関わってくる、ゲームですからね。まあ、ちなみに、一文職とかのやつは、まあ、一文画面の名前の右側にペイントのマークがあるんで、そこから変えたりできます。あとは、一文の管理画面の、一文職のところからですね、もう変えれます。ちょっともうなんかいろいろ映っちゃったらまずいのとかがあるので、実演はちょっとしませんけど、はい。はい、次は、ですね、座標の、記録とかができるっていうのはご存知でしょうか？例えば、こことかの、座標ですね、を記録することができます。それが、ポチって押してあげて、まあ、真ん中じゃなくてもできるんですけどね。真ん中じゃなくてもできるんですけど、ここの、こう、なんていうんですかね。なんか地図とかで、地図アプリとかでよく見るような、このマーク。に、この色つけて、いろいろできます。まあ、例えば、こんな感じでお気に入りの座標を登録しましたっていうのができます。で、それどこから見るかっていうと、ここですね。どこの時にでも出てるんですけど、まあ、ここのマーク、クリックしてあげて、最終の字が違うわ。間違ってるけど、ここの最終地点っていうので、私はよく使ってます。で、ここの、座標を押してあげると、そこにパッと飛ぶっていう。これ何に使うかっていうと、まあ、例えば、調達って、
100より距離が離れてたらいけないじゃないですか。舞台が出せないじゃないですか。で、自分の一門が持ってる領土で、こことこことこことここを採集したいなっていう時に、全部が100以内に入ってないとできないんですよ。そういう時に、こういう機能で、地点を、記録させておいて、まあ、今は真ん中にしましたけど、例えばこことかに入れる、変えるだけでも、なんか3とか4とか5とか、距離変わってくるんで、これによって届く届かないとかもありますから、さらに詳しく、ここを記録してあげて、で、ここに里を置けば、行きたいとこ4つに飛べますよ、あ、採集できますよ、とかいう時に使ってます。はい。で、今日紹介しようと思ってる最後のやつなんですけど、この、左上の自分のアイコンクリックした時に、その後右下クリックして、SNS っていう、SNS 投稿っていうとこをして、まあ、週に1回ですね。これは季節とかじゃなくて、リアルの方の月曜日かな？月曜日から日曜日までに1回。で、月曜日になるとまた切り替わるみたいな感じで、小判が300もらえるんですけど、まあ、ツイッターとかの投稿で。まあ、これなんですけど、まあ、小技ってほどかどうかわかんないですけど、これ実際投稿しなくても、ここのボタンを押した段階でもうクリアになるんですよね。なんで、実際には投稿しなくても、小判もらえますよっていうやつです。で、あと、ここで小判毎週300もらえますよっていうのを忘れてる人が結構多いんで、まあ、そこも、まあ、無償小判ですけど、毎週もらえるんで、忘れないように、毎週もらっていきましょうって感じですね。はい、ちょっと長くなりましたけど、こんなもんですかね。もうちょっと、長いんで、飛ばし飛ばし見ていただけたらよかったと思います。最初に言うべきでしたね、これは。はい。まあ、まだ、小技とか結構紹介したいの あるんですけど、まあ、だいぶ細かい話になってくるんで、まあ、今回はこんぐらいにしとこうかなと思います。まあ、特に編成ですね。編成の話が長くなったんで、動画も長くなりましたけど、まあ、あれ分かりにくいんで、まあ、ちょっと今回の動画で助けになれたら幸いだなと思います。はい。最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画はここまでとなります。それでは。